レンベルト・ドドエンス・クリュードベックの扉ページ・レンベルト・ドドエンスは、フランドルの医師、植物学者である。ラテン語名はドドネウスである。本草書、クリュードベックの著者である。ドドエンスの著書は、ヨンストンの動物史と共に、江戸時代に、ノロ玄城らによって、弾薬書から、オランダ・ホンズを和解などに省略された。メヘレンで生まれた。1530年に、 ルーベン大学で医学、地理学の勉強を始め、1535年に卒業した。1538年にメッヘレンで医師を開業した。1542年から1546年までバーゼルで暮らした。ルーベン大学の教授の職やスペインのフェリペ2世の G の職を断った後、1575年から3年間、 ウィーンでオーストリアのルドルフ二世の G を務めた。1582年からライデン大学で医学の教授となり、彼の島でその職に留まった。ドドエンスのクリュードベックは715の図版からなる草木の本でレオンハルトフックスの影響を受けて植物を6つのグループに分類した。薬草を多く扱ったので薬学の書物として評価された。 1554年に出版された、クリュードベックは1557年にカロルス・クルシウスにより、フランス語に翻訳され、1578年にヘンリー・ライトによって、英ュ・ハーバル、オアイストリエ・オブ・プランツとして翻訳された。ラテン語にも翻訳され、当時としては聖書に次いで多く翻訳された書物となった。2世紀にわたって参考文献として利用された。 ムクロジカの植物の俗名、ドドナヤに名前が付けられている。ドードエンズは、植物の学名で命名者を示す場合に、レンベルトドドエンスを示すのに使われる。レンバートドードエンズフレミッシュフィジシャンボタニスト、インスイクロープディアブリタニカハット、江戸期のナチュラリスト木村洋次郎朝日選手ウィキメディア、コモンズには、レンベルトドドエンスに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。